毛利領10カ国のうち5カ国を織田のものとする。それが和睦の条件だ。そんな条件に素直に応じるとでも。今日で何か起きたのでは。あなたたちを人質とすればもう少し譲歩してもらえるでしょうか。捕らえるならば捕らえ。だがこの者は俺の従者だ。捕らえても殺しても何の益にもならんぞ。この状況で友をかばうとは見事な心意気ですね。和睦を受けましょう。これで秀吉様は背を気にせず光秀の元へ向かえる。だが死んでしまっては秀吉様を守ることもできない。光成、俺をかばってくれたことは嬉しい。だが無茶はするな。自分が生き延びることだけを考えろ。秀吉様の天下を見たいのであれば。